セブン&アイ、そうそう、ガツンと焦がしニンニク、大盛りペペロンチーノということで、はい、失礼しました。どうやらできたようです。すごいニンニクの香り。これをね、よく混ぜろって書いてましたんでね、よく混ぜていきたい。ああ、もう完全にできてますね。なるほどね。ちょっとこの麺の色が一部変わってるんですけど、これ多分私がミスして、最後皆さんこんにちは、そしてこんばんは、のみすけ調理師のおしゃぶるです。いつも見ていただいてありがとうございます。今回はですね、冷凍スパゲッティの既製品のレビューをお伝えいたします。セブン&アイ、ガツンと焦がしニンニク、大盛りペペロンチーノということで、まあ私ね、パスタ大好きなんですが、特にペペロンチーノ大好きでございましてですね、まあ楽しみなんですよ。ただこの商品を食べるのは初めてでございます。そうしましたら、いつもの通り原材料名見といていただきましょう。よくご確認いただいて、気になる方はね、動画を止めてでも確認いただいて、ご納得の上でご購入ください。はい、そうしましたらですね、まあこれはもう見ていただいたらわかるんですけども、器ごとこれ、まあ食べれるというかね、これを器にしたまんまで、まあまあそれは移してもいいんですけどね、お皿に。そうしましたら、電子レンジで、500ワットで6分、600ワットで5分50秒、1500ワットで2分30秒ということで、オート機能はね、あんまり使わない方がいいと思いますよ。ここをちょっと開けて電子レンジにかけるんですね。それじゃあちょっと開けてみましょう。ちょっと中覗けますかね。はい、それではやってみましょう。あ、ちょっとニンニクの香りします。すごいニンニクの香りがします。ちょっとこう破っちゃったんですけどね。あ、いいですね。まあね、説明でもよく混ぜてから食べろということなので、これをよく混ぜたらいいんですね。このもすごい、本当に、あれ、あ、まだ硬い。あ、まだ硬いですね。結構やったんですけどね。もうちょっとだけ、ラップをかけてやってみようと思います。はい、失礼しました。どうやらできたようです。すごいニンニクの香り。これをね、よく混ぜろって書いてましたんでね、よく混ぜていきたいと。ああ、もう完全にできてますね。なるほどね。ちょっとこの麺の色が一部変わってるんですけど、これ多分私がミスして、最後ラップでねやらなきゃいけなかったので、この説明通りにやればこれはないのかなと思いますので、これでね、こうなりますよとお伝えしてね、そうじゃなければ失礼なんでね、ちょっと途中で、まあ私のね、家の電子レンジが、まあ、年代物ということもひょっとしたら説明通りの分数でやっても、あるいは表示にされているワット数の力がもう出ていないとかね、わかりませんよ。わかりませんけどね。はい、今回のパートナーですけども、グランアンデスソービニオンブランということで、セブン&アイのメインの、ワインの白ですね。白、この今ご紹介したやつと、もう一つシャルドネとかあるんですけどね。まあどっちも美味しいです。500ちょっとですね。600円はしなかったと思います。ああ、いいですね。一応、この、まあ、売り手側の、まあ、説明だと、軽く味付けした、前菜とか、シーフードに合いますって書いてました。ペペロンチーノ大盛りで申し訳ないんですけどね。それでは、視聴者様に、乾杯。視聴者様に幸あれ。うん、美味しい。結構ね、辛いんですよね。で、食事に合うと思います。私は甘口のワインも好きなんですけども、食事に合わせるんだったら、辛口のワインかなと個人的には思ってます。まあまあ、
コンビニワイン飲んでるぐらいですからね、ワインに詳しいってわけではないんですけども。はい、それではじっくり見ていただきましょう。もう香りはね、もうニンニクとオイルの香りがすごいですね。具はね、まあペペロンチーノ自体がね、あんまり具のないものですので、ニンニクのね、スライスがね、何枚か発見したんですけど、今混ぜてるうちになくなっちゃいましたね。あ、これかな。ここにちょっと見えると思いますけども。さあ、そしたら、あ、あと、先ほどちょっと言いますけど、ちょっとね、麺一部色変わりしてますけども、これはこの商品の特性なのか、私が解凍するときに一回失敗したせいなのか、ちょっとわからないです。うん。あ、美味しい。うん。あ、美味しいですね。皆さんがサイゼリアを知ってるってわけじゃないですけど、サイゼリアのペペロンチーノと比べると、麺は少し細め。こちらがね。こちらが麺は少し細めですけども、味はね、引けを取らないと思いますよ。うん。あ、美味しい。オイルはそんなに多くないですね。まあ、たくさんオイルを使ったら、まあ、原価的にあれかもしれませんけど、ちょっとオイルが物足りないかな。辛さはね、結構ピリ辛でいけますね。それで私ね、家にね、サイゼリアのオリーブオイルを常備してるんですよね。サイゼリアのオリーブオイルは店舗で売ってますんでね、もし興味あればね、800何本かで買えると思いますね。美味しいです。さあ、じゃあ、ちょっとね、オイル不足かなと思うんで、ちょっと足してみて。うまっ。うん。すごく。もともとから美味しいですけど、サイゼリアのオリーブオイル足したら、うまいですわ。ちょっとね、苦味の風味も、入ってきてね。うん。うん。今で半分ぐらいですかね。大盛りっていうだけあって、うん。結構食べ応えあります。あ、ニンニク出てきた。これですわ、これ。ニンニクね、これ。出てきましたね。ここをちょっと。うん。いいですね。ニンニクの風味がまた上がって。はい。ということで、まあ、ちゃんとしたレポートになったかどうかわかりませんが、私個人としてはおすすめですね。ただちょっとオイルが少なめな感じがしますので、家にオリーブオイルある方はね、オリーブオイルを、追いオリーブオイルしてお召し上がりください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。